スケート勝也の判定シリーズ第ダーン覚えてないなダーン来てみよう。あ、今日はね寒いのに日差しがめっちゃ強いということでハウトゥービューですね。はい、ついにねフラットトリックからレールトリックに変わろうかなと思います。バックサイドポートスライド、まあ初めに見たと思う、初めてこういったレールを使ってのハウトゥーを今日はしていきたいと思うんで、パリッとバックサイドボードスライドのやり方をやっていきます。じゃあ、じゃあまずレールね、ちょっとこれ今回高いの、これレール持ってなかったからレールあるとこわざわざ来てやったんですけども、あれはね8月頃に出したタツヤのデインナライフに出てたスポットで借りてやらせていただきます。ちょっと高くて各レールしかないから、まあ、こちらの方でハウトゥーレールやるときはみんなまあワックスっていうのを使うのとか、このワックスとか、まあ、ラストとかいったら500円とか売ってるんで、まあ、このレール滑りにくかったりとかあるから、まあ、とりあえずワックスで塗って、これは結構塗らない。で、ワックス塗るときに気をつけなあかんのは、塗りすぎると思ったより滑る可能性があるから、トリックによって塗る頻度変えなくて、こういうボード系とかはめっちゃ滑るし、逆に言うとグラインド系とかって角やったらワックスもそこは臨機応変にワックス塗っててください。はい、でまずね、どういった技かって言ったら、去年のいつぐらいやに出したフロントオンエイティのハウトを覚えてるんだと思うけど、そのフロントオンエイティの動きをこのレールに組み込ませてバックサイドボードもできるんだ。で、間違ったらあかんのがバックサイドボードとフロントサイドボード2種類あるんだけど、バックサイドとフロントサイドって言ってるのに回ってる方向はフロントオンエイティ、バックサイドモードスライドはフロントサイドワンエイティを使ってやる。これスケーターの人結構間違いがちやねんけど、あの何が違うかって言ったら、こっち側に肩開いてんのフロントやんって言うんやけど、入るセクションに対して背中側に、自分自分に対して背中側にセクションがあるか前側にセクションがあるかによってフロントサイドバックサイド分かれるから、回る方向はフロントサイドやったとしてもセクションが後ろにある場合はバックサイドに変わるねん、トリック目。この場合バックサイドボードスライド、バックサイドボードスライド、こういう感じだから、まあ、バックサイドボードスライド今日は教えていきたいと思います。じゃあまずね、このレールじゃなくて、車道と歩道の間にさ、縁石あんの分かる？写真出しとこう、写真出しといて、そこで使ってやるのが一番楽なんや。まあ、田舎とかの方しかないねんけど、まあ、都会行けば行くほどああいうのって車通り多いからあれがあるんだし、まあでも、ちょっと代理で、はい、押してた、これでいいよ、始めよう。もうフロントサイドワンエイティできたっていう人と組みコーン飛んで、そろそろセクションなんか使って入りたいっていう人のハウトゥーになります。はい、一発目から入ったレール範囲乗って怖いはずだから、初めはこういう低いのからセクションものに対して板をまたがせるっていうイメージをまず感覚を覚えなくて、いきなりこんな入ってもらったらぐるぐる言いまくられるから、まずは初めこれぐらいからマッシュでフロントサイドワンエンティの中間90度で止めた状態でこの板をまたぐ、初めはこんなんです。でこれ今板とレールの差、板が国よりも低いからこうなってるけど、ほんまはちょっと高い方がいい、ほんまは。ないねんな、なんかまあ、ボックス持ってる人はボックスの上に乗るとかでも全然こういう状態にして、ここにボックスがついてるから、とりあえずボードのここを傷つける、お腹をにセクションを当てるっていうイメージ、そっからや。はい、次で、ある程度それこの高さ、これ今低いからこれやけど、ちょっと高いのもこれぐらいになってきて、いい感覚で自分が滑るような感覚、ウィールがちゃんとこう地面についてないじゃん、感覚っていうのをそのセクションで覚え始めたら、レール初めレール入るときって俺は平行にこうやって今はもう入ってんねんけど、こういうのが平行初め怖い人はちょっと斜めからこういう状態で置いてこれぐらいで入ったらワックス塗りまくったらほんまにまくられるから気をつけて、前側になって
まくられてんように前かがみになってたよ。初めは滑る感覚がまだ分からへんから。でもやっぱ流すってなってしまったら、その滑る力に対してちゃんとした重心を捉えてずーっと固定しとかなあかんわけよ。こんだけの長さを出そうとか。そうなってくるのは、もう初めて瞬間からだん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 入る場所を変えていくしかない。そしたらだんだん滑りながら板の感覚、板でボードスライドしてるっていう感覚がつかんでくるから。もう一回ちょっと見せよう。で、これがワンポイントアドバイス。これ聞いたら結構マジでどのセクション入るときもめちゃめちゃ助かる。アウトするときは絶対レギュラーになるわけ。こっち側にグーフィーの人やったらこう入ってこうアウトするわけ。スケボーって絶対そうやん。こっちから入ってこうアウトするか、入ったんこっちやけどこう向けにアウトするか、人それぞれ違うんやけど、アウトする方向の向きこっちなんやったらその方向に合わせて肩は絶対にこうしとくね。この状態何が言いたいかって言ったら、ボードスライドってまた入れるわけ。こういうクロスになってんねんな、上から見たら板とレールに対して。でこういう状態の時って上半身どうするかって言ったらレールに絶対合わせる。こうなってる。これはあかん。こうじゃなくて肩は絶対レールに引く。レールが高音源に対して俺は垂直にこうやって上から見たらプラスの状態になってるけど、もうプラスにするのは板だけ。自分の体は肩はレールと同じ。こういう姿勢。こっちのなんせアウトするときにどっち側に肩があるかによってアウトの方向変わる。グーフィーの人やったらこうや、レギュラーの人やったらアウトするときこっち側に。この肩って全部一緒。ボードスライドだけじゃなくてフロントサイドテール、バックサイドテール、全部アウトするときに肩はそっちのアウトの方向に向けとくんよ。もうとりあえずこの状態で普通にやったらアウトも普通にこのままこうなるから、ペンってこれで終わるからだからアウトのときするときは絶対に肩は肩こっち、こうしとくことによってアウトのときにせーので、肩が戻ってるから。下半身は上半身についてくる姿勢があるから、上半身の向きはアウトの方の向きに向けとくことによって下半身もアウトの方もできるからです。はい、まあこんなもんがバックサイドボードスライドアウトになるんですけども、だん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 流すくなってきたりとかするとまくられたりとか、やっぱりセクション使うって怖いし、初めは俺だって初めはめちゃめちゃ怖かったけども、こういうオーリーとかしっかりワインでできるようになってから次のステップ行きたい人って多分ボードスライド見たいはずなんよね。で初めはめちゃめちゃ怖い、俺もめちゃめちゃ怖かったけども、一歩乗り越えてそれを練習していくことによって得得すればするほどスケボーの楽しみはどんどん増えていくから、怖がらずにどんどんチャレンジしていってほしいですね。はい、じゃあまあ今日はこんな感じでバックサイドボードスライドのハウトオーラッシュをもらいました。誰がカマキリみたいなの、昆虫の目みたいなサングラスもらったね。じゃあ今日はまあこんなところでバックサイドボードスライド終わりたいと思います。 NEXT